会社名は三陸オーシャンと申します。で主にはホヤをメインにしてやってますけど、震災後は三陸のホヤがしばらくダメなんで、オホーツクの赤ホヤを使っていろんな商品開発をすぐやりまして、塩辛、山椒漬け、ホヤジャーキー、ホヤ塩、ホヤの味噌漬け等を作っています。嫌われる食材でもあるんで、宮城県人としてはなんでそんなに嫌われるんだろうっていうところから、もしかするとビジネスチャンスそこにあるんじゃないかと、嫌われてるところに随分こう自分で何かあるぞという疑問に思いました。最初だけは抵抗ありましたけど、もうそのうち自称ホヤオヤジでもうすっかりっていうのは、特に震災を契機にね、もう一生ホヤ親父で行こうという決意も固めて、まあ、ホヤの新しい食べ方だとかホヤの文化を広めるための先導役になっていかなきゃいけないっていう、そういう気持ちになりましたんで、まあ、どこまでできるか分かんないけども、ホヤ親父としてホヤにこだわってホヤの新しい食べ方、あるいは美味しい食べ方を発信してって、結果一つのねホヤの文化ができれば本望だなというふうに思ってます。やっぱホヤを誤解なきように伝えていくには、やっぱり初心者用とか中級者用を作ってあげて、最後に生に行ってもらえばいいんですよ。宮城特産のホヤなんですけれども、ホヤには5つの味がある、本当に稀な食材なんですね。で、5つの味っていうのは酸味、塩味、それから苦味、で旨味まで揃ってる貴重な食材なんですね。で、これがなかなか鮮度が悪くなると匂いが出るということで難しいんですけど、当社の商品はその辺をしっかり管理してますんで、ぜひ食べてみてホヤの良さを知っていただければありがたいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。